はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は韓国のトボット V のシーズン2からシルバーホークいきたいと思いますけれども、まあ、シルバーホークって名称はね、個人的に染み込んでんのがこっちなんですよね。これ以前動画でやったね、普段コメントくださるもっちりさんからいただいたキットなんですけど、ずっとね飾ってます。はい、そんなわけで余談はさておき、シルバーホーク見ていきたいと思います。で、トボットのね、V2 シーズン2でなんか新しく出たやつで、前回の動画でこちらのね、キャプテンジャック、まあ、サメと海賊と車のねロボやったんですけれども、まあ、これとシルバーホークで、もう1体がレオカイザーっていうのがあるんですけど、それはね、早ければ4月の月末になるのかな。もっと早くね来てほしいんですけども、そんなわけでいきたいと思いますが、今までのねトボットのデザインガラッと変わってますよね。なんかトボットっぽさがないと言ったらあれだけど、めちゃくちゃかっこいいロボなんですよね。そう、飛行メカで鳥型のロボ、胸には、はい、ホーク。この顔がね、本当なんかトボットなんだけど、トボットっぽさがない、そんなねかっこいいロボになります。てなわけで見ていきましょう。はい、まずはね、ビークルモードなんですけども、まあ、このコックピットの窓から察するにね、かなり大型の飛行機というか、これなんだろうね、輸送機になるのかな。まあ、横にはね、エンジン。で、ここね、シャッター閉まってるんだけど、まあ、輸送機としてもね、見立ててもいいんじゃないかな。まあ、見た目のなんかね、情報が多い、これ。まあ、ここもね、なんかシャッター見たくなってるし。で、後ろ。かっこいいな、この飛行形態。ただ今までの、ね、トボットとガラッと変わってるね。で、後ろから見た感じ、まあ、ここにね頭部があるんだけど、まあ、これね、首回転するんで、ひっくり返した状態でもいいかもしれない。まあ、こんな感じで首を回転させた状態でもあり。で、車輪がね、ここに1箇所で、ここに2箇所、3箇所、4箇所、5箇所、全部で5箇所で、別パーツの陶器、まあ、これもね、飛行メカっぽいんですけれども、まあ、可動部位としてはここ。このまま折りたたんで固定も可能。で、裏。でね、ここのね、黒いところを押すことによって展開。上も展開します。で、この状態で先ほどのこのビークルモードとの合体も可能。で、合体準備としては尾翼を折りたたむ。溝に合わせて合体。はい、合体した形態となります。まあ、翼が追加になって、尾翼もね、大きくなった、そんな見た目になります。で、これさらにね、まあ、ここ、まあ、折りたたんで、で、元の尾翼を立てる。まあ、こういった形態も取れるから、まあ、これいろんな形態がね、まあ、見た目的に楽しめる。まあ、さらにね、ロボモードに変形っていうのもあるんで、いや、これね、すごく、今までのトボットとはない感じ。いろんなね、原色だったじゃないですか。赤とか青とか白とか。あと緑、黒。そう、これシルバーの成型色でゴールドラインなんで、もうすごいシンプルなんだけど、すっきりとね、まとまってます。はい、そんなわけでね、ロボモードに変形させていきたいと思います。はい、尾翼を畳んだ状態なんですけれども、ここを取り外す。まあ、この部分がね、足になります。で、これをね、伸ばす。で、角度的には今ね、これちょっと斜めになってるんだけど、真横に。2クリックかな。そう、1クリックまたは2クリック。で、つま先。続いて上半身。機首をちょっと倒した状態で、ここ。この部分を展開。調整はね、後ほどやるんですけど、一旦展開。このね、翼がね、すごくかっこいい。で、さらにここ。この部分をベースに引っ張る。で、続いて機首、折りたたむ。そして腕。で、先ほど首回転させたんだけど、これをね、正面に向ける。翼の下はこの角度。そして陶器を合体。
はい、シルバーホークロボットモード完成です。いやー、文句なしにね、かっこいい。でね、この動画ね、完成させた後に配信見ながらね、ゴリゴリいじってたら、あ、ちょっとね、解釈間違えてたなっていうのがね、ありました。で、前回の動画キャプテンジャックやったんですけれども、で、これね、時外した状態で、まあ、これ縮めて、で、ここも縮めて、これか、そう、で、あとフックね、フックもしまった状態の、まあ、このね、モードもありますよっていうのを言ったんですけれども、普通にね、このモードありました。で、戦うとき、本気のガチバトルするときがね、チェンジするみたいなこと言ったんですけど、どうやらね、そうなるみたいです。っていうのは、まあ、こっちもね、ちょっと配信見てたんですけれども、この時がない状態、これがね、ノーマルモードでした。これで戦ってて、ちょっとやばいピンチだって時に、まあ、主人公がね、これを召喚して、で、合体してエクステンションモードっていうのになってましたね。なので、まあ、これはこれで一つの形態で、これもこれで一つの形態みたいですね。ただこれはね、今 YouTube の公式配信だと2話まで配信されてるんですが、まあ、3話のね、予告でこのロボ出てましたね、キャプテンジャック。なので、まあ、次配信された時にこのキャプテンジャックのね、活躍が、はい、見られると思います。そうだ、これもね、普通に、まあ、トボット V のアニメに出てきてたんで、なんかトボットの世界観とは合わないデザインなんだけどね、普通に言いました。ただ敵のね、あのエジプト風のメカもね、とってもかっこよかったです。で、これね、頭部、ここね、クリアパーツになってるんですけれども、光を当てると就航ギミック、ちょっと分かりづらいかな、まあ、今ちょっとね、照明を落とした状態なんですけど、いや、光る。下の2つがロボットモードの目で、上の2つが鳥、そう、4つ目なんだよね。ちょっと角度変えてみたところがこんな感じかな。はい、翼の形状なんですけれども、まあ、変形後も、まあ、好きな形に動かせるっていうのがあって、まあ、個人的にこのね、真上向いてるスタイルも意外とね、好きだなっていうのがあります。で、その他ね、まあ、これロボットモードが、まあ、斜め上向いた状態、まあ、この翼の形状なんだけど、まあ、劇中もね、見てるとこういうような形状もありましたね。まあ、最初現れた時こういう形状で、まあ、その時はくっついた状態で上向いてたりとか、いろいろあります。だからね、劇中準拠、まあ、あの劇中の設定とかね、作品ガン無視でも遊べるロボットとかね、まあ、この前に撮ったバージョンの動画では言ってたんだけど、意外とこれね、忠実なんだなっていう、むしろ玩具に合わせてそういう作品での表現あるので、いや、なんかこれはね、すごい、やっぱ設定ガン無視で遊んでもいいんだけど、見ながらいじるっていうのもね、なかなかおつなもんです。まあ、メカの鳥と見立てて、まあ、腕にね、乗せてあげるのも全然あり。はい、続いてこの胸パーツがない状態での稼働なんですけども、頭部360度回転して、まあ、首振り、まあ、これボールジョイントかな、結構自由に動く。で、腕の付け根、ここ、まあ、変形機構なんだけど、こういった動きで、あと肩からで、翼に当たっちゃうんで360度回転はしないんだけど、こう自由に動く。で、あの変形させた時、まあ、ここにね、浮かした状態の隙間があるんだけど、まあ、ここの隙間があるがために結構ね、自由度は上がってる。で、肘、で、足、で、前はここまで、かかと落としてきそう。後ろはここまで。そして肘、肘じゃない、膝。いやーね、ほんとね、トボットシリーズはもうこのね、カチカチがね、たまんない。もう、どの動画でも言ってると思うけどね。で、縦ロール。そう、ずっとね、コリ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 トボットいじってると、ほんと家族からうるせえって言われるんだけど、いや、ほんと楽しいもん、しょうがないだね。翼をもうこうちょっと上向けたりとかね、飛行形態というのかな、
飛んでるようなイメージ。できるね。そう、こういう姿で飛ぶロボットって最近見ないけど、いるのかな。個人的には片足を上げてこういう風な感じも好きなんだけどね。こういう感じで、なんか手に持ってブーンって遊んでたりはよくしますけど。いや、本当に動くね。素晴らしい。で、このね、トキつけた状態だと、はい、ちょっと腕がね、制限されちゃうんだけど、動かしたいときちょっとこうやれば、前には来れるんで。いや、素晴らしい。ベースの状態がこれか。はい、シルバーホーク、空のメカ、そして陸のメカでいいのかな、キャプテンジャックで、こちらね、2体並んだ感じがこうです。で、これともう1体ね、赤いやつがね、来る予定なので、まあ、3体並べるのをちょっと心待ちにしてます。陸でいいんだよね。海じゃないよね。陸だよね。車だから、そう、陸海空とか揃ったら面白そう。海のメカってなんだろうね、今後出てほしいな。だけど、まあ海モチーフだからいいのかね。でもほんとね、なんかこっちはまだね、色合い的にもトボットって感じがするんだけど、これはもう完全になんか別作品って言ってもおかしくないぐらいのデザインですよね。なんだけど、まあここら辺ね、あの時の V が入ってたり、あとね、どこだっけ、あのビークルモードでもね、なんか V って刻まれてる。あ、ここか。そう、 V ジェット 89J っていうのかな、ちょっと印刷がされてます。はい、それではね、戻し変形いきたいと思います。まずトキ、このね、可動部位何なんだろうな。これちょっと気になるんだけど、取説にもね、書いてない。ロックってわけでもなさそうなんだけどね、上向くと変なので、まっすぐにしておきます。まあ、取り方で。いや、これね、素晴らしい。で、腕。まあ、この頭部はね、回転させてもさせなくてもってとこなんだけど、まあ、個人的にはこう、後ろ向けておくかな。で、腕を回転で。で、足、ここじゃない、根元から回転。はい、で、機首、これを伸ばして、これちょっとね、前に倒した状態で、翼を上、ちょうどね、ここのくぼみで、機首のこの突起、これをね、はめ込む感じ。はい、で、この下をね、ここでロック。で、ここまで来た状態でこの機首を上げると、まあ、ここと、まあ、ここで押さえられる感じ。この状態で背中のウィングを押し込む。で、ここはね、1段階または2段階、今 2個いったか、まあ、1個でやってみよう。で、これがね、ちょうどかかと、この足の裏のこのジョイントと、これを合わせる感じ。ここで止めてあげる。角度的にはこうか。やっぱ2個の方がいいのかな。1個の、うん、そうだね、2個の方がいいみたい。はい、で、尾翼を立てる。これで、はい、ビークルモードの完成です。はい、そんなわけでね、今回の動画はトボット V2 からのシルバーホークだったんですけども、いや、もう完成されすぎ。もう韓国嫌いの人にもぜひね、触れてもらいたいっていうね、そんな感じです。ただね、これ、もうほんと設定ガン無視で、オリジナル設定でもうひたすら黙々とカチカチ遊ぶっていうのはぴったり。もうテレビでやってるからやってないから関係なしにね、遊んでて面白い。いや、ほんとにね、これはいいわ。ただね、トボットっぽさがね、ないんだよね。うん、顔つきもそうじゃないですか。あの、目があって口があって、まあ、どことなくなんかね、トボットってなんか機械生命体みたいな、そんな感じだったんですけど、これに限ってはなんだろうね、もうどこぞの別の作品の何、主人公ロボとかヒーローロボみたいな、そんな扱いのね、設定で遊んでも全然楽しいんで、いや、マジでいいですよ。これはほんとね、もうトボットっぽさがない、マジで。なんだけどトボット V なんだよね。はい、そんなわけで今回の動画は以上でした。いや、かっこいいな。
まあ、唯一ねちょっと気になったのはやっぱこの頭部かな。うん、これ、まあ、玩具向けにちょっとアレンジされてるのかな。うん、なんかシャープさが失われてる気がするけど全然あり。はい、以上トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。ぬま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 ぬ